どうも、ジェイガルです。エルルカ 3DS、前回の続きからやっていきたいと思います。前回、巡り合いの限りで多分15から20体ぐらいスカウト成功したんで、そやつらを使って、新しいね、モンスターを生み出します。で、ライブラリ 50% 到達、突破します。多分いけると思う。でメニュー種のみ頼む。出てこい。よし。あ、全然できん。何？全然できんぞ。全然できんぞ。増えてない。ピンポイントでいるんか、もうこうなったら多分。これ何？これ何がいるん？これは。全然できよらんぞ、こいつら。何がいるん？こいつ。あんだけ捕まえたの一つも増えてない。バベルボブルと動く石像。ゴールドも。あ、なるほど。A ランク、A ランクの組み合わせじゃないんか。A ランク、B ランク、C ランクとかで組み合わせていくわけか、これ。道理でか。ってことはあれか。あ、そういうことか。じゃあ C ランクとか B ランクとかも D ランクでも捕まえていかな。あれですね。これはできないと。なるほど。捕まえに行こう。じゃあ行こう。行こう。よし、狙わそう。なるほどね。A ランクと D ランクの組み合わせで S ランクできたりするわけですね。あー、ってことは結構、まんべんなくやっぱ捕まえるのは無理ですね、これ。まんべんなく行くか、これ、とりあえず。一番簡単な F ランク行こう。よし、F ランク行ってみよう。F ランクの巡りの鍵行ったら多分もうどれでも捕まえれる、簡単に。パパパパッとね。よし。お、サボテンゴールドとかおると。お、捕まえよう。お、そうなんや。サボテンゴールドが普通に出てくるんや、これ。なるほどね。あ、じゃあ、転生モンスターも、じゃあ、タイプ G とかも、じゃあ、もう一回回収できるんですね。一回ゲットしたら、また。お、結構いろんな種類出てくる。こいつらまとめてスカウトしたいな、ちょっと。ささささっとな、できたよ。オッケー、超余裕。でん。ゲットでござる。お、めっちゃおるやん、ゴールドさん。まあ、誰でもいいやけど、とりあえず。誰でもいいか、とりあえず。とりあえずゲットしていきます、片っ端からね。いろんなモンスターを。続いてドラキここは早いんで結構30匹くらいいけそうかな。20分間でいや、もっといけるかな。あ、でもスカウトに時間かかるから、まあその時間合わせて、結構いけそうなんやけどな。よしで、これで各ランクのモンスターを片っ端から捕まえれば、ちょっと面倒なんですけど、捕まえれば多分増えてますね。まあ、なんやかんや増えてると思います、新しい配合は。もうピンポイントで探すのめんどくさいんでね、もう配合を見てから、いちいち。だからもうこういう風に片っ端から取っていくと。取っていってりゃなんか出会うと。よし、サボテン来い。ダラバン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 。よし、この地道な作業は大事やね。結局これをね、毎日サボってしまうとね、もう新しいモンスターはできないので強くならないと。もちろん、今のモンスター強くするの大事なんですけど、新しいモンスター探すのもね、やっぱね、大事なんでね、それと一緒ぐらい。お、何こいつ、シャイニング？シャイニング。デルデンデルデン。お、バブルスライムとか懐かしいな。やっぱこれ、こうやって言ってみると、なかなか懐かしいモンスターいっぱいいますね。やっぱ言ってみるもんやな、これは。言っとくべきやな、巡り合いの鍵は。巡り合いは言ったら言っとくべきですね、これは。よし、いいね。次々。ゲットできる。シャイニング。シャイニングさんゲットして、次どこ、何個おる？お、ベビーパンサー、懐かしい。ベビー王や、ベビー王。初期メンバーですね、これ。一番最初のメンバー。魔獣パーティー行くの時のね、メンバーです、これ。ガマニアも懐かしい。早くしてくれ。よし、行け。よし。まあ、ここら辺のいいとこはね、とにかくね、100% まで絶対行ってくれるってことですね。
うん、 A ランクはやっぱ 50% とか 60% なんで、ここはねそう考えると便利ですね。うん、いいね。低ランクをゲットしてこいつらを合体させて、まあまあ新しいやつを生み出すと、そういう作業ですね。もうとにかく新種を生み出しとけばなんとかなると思います。なると思います。なんとかね。よし、どこだ。もう行こう行こう、もう行くから全部全部行くよ俺は。どうせ一人で出てくることないやろうから。おしよし、おピンクボンボン懐かしい、ピンクボンボン懐かしいの行っとこう。めっちゃ簡単に捕まるな、やっぱり。まあ、それ、転生モンスターね。うん。なんとなく持っときます。まあ、使えるとは思えないですけどね、こいつらが。そんなに。ゲット。よし。ポイズンリザード。てててんてらてんてててんてらてんてててんてらてんてて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 、もう誰捕まえたか忘れてもだけど、誰捕まえたか適当に、適当に行こう、適当に。オッケー、よし。この作業は非常にめんどくさいけども非常に大事な作業だと思う。まあ、とにかく新種がとにかくできてくれればいいんですよね。よし、行こう。マドハンド。ドラゴンキッズ。うん、この辺は絶対配合で作るの難しいから。むずいというか、作りたくないから。やっぱこの辺は捕まえた方がいいですね。オッケー！でいい。ででででででいい。ててててててん。マドハンドゲット。よし、やっぱ順調に捕まるな。ええ感じです、ええ感じ。よし、この羊野郎、プークプック、これプークプックかな、コサックシープか、プークプックかな、これは多分コサックシープ、どっちでもいいけど、どっちでもいいんですが、とりあえず行け。よし、行くんだ。ダラララララダラダッダラダッ、泥皿ゲット。敵の笛ついた、ゲット。スカウト魂がもう俺のスカウト魂に火をつけたが、よし、これを繰り返すことが大事だから。でもこんなん一回行ったら大体もういかんでいいから、よし、この一回が大事だね。ここでとりあえずね、この F ランクモンスターどうも捕まえとくと。非常にめんどくさいけど捕まえとく。うん。なんかの役立ちますからね、どうせ持ってたら。スカウト！キリキリバッタ！てててん。それからピンポイントでやっぱ探しようが早いかな。S ランクモンスター一匹一匹ピンポイント探してそれを捕まえに行くという作業。あ、どうやるな、そっちの方が早いかな。ちょっとそうしようかな、じゃあ今度から、今からそうしようかな、ちょっとそうしよう、ちょっとこれは俺のショーに合わんと、うん、F ランクモンスターから片っ端から捕まえていく、ちょっとこれ考えたらちょっとやばいな、うん、まだ F やもんな、まだ E、D、C、B、A が、あ、A はないけど、まだよ、あれを5回繰り返さないと無理や、うん、あれやったら数 多すぎてあれや、ややこしい。というわけで、とりあえず、配合で生み出すことにしました。配合でね、生み出します、もう。それか捕まえます、配合、どっかで。もう、だいたいわかるんで、場所は。まずじゃあ、エグドラシルから。じゃあ、さっきじゃあ、S ランクじゃなくて、S ランクから行こう。暗黒の魔人から行こう。これじゃあ。こいつは獣の野草検索中です。こやつは、動く石像とゴールドマン。動く石像かゴールドマン作ればいいわけね。
じゃあ子供の系統を物質系にして、これで動く石だとゴールドマンどっちかが釣れば OK と、いいことですね。うん、あ、そういうことや、そういうことやな。あ、そっちの方が早いなこれ。どこ行った、お、おった、動く石だと無理、ゴールドマンは、ゴールドマン、ゴールドマン、お、いけた、ゴールドマンいける、あ、いけるやんこれ。あ、これで作ったんや、これじゃあめっちゃ早いやん。で、作るときに気をつけることは、バベルボブルの、性別をね、合わせると。シャイニングとモミジコと、お、シャイニング、早速使ったと。やっぱでも、シャイニングとか使うんやな、やっぱり。バベルボブルが、どこ行った、バベルボブル。バベルボブルは何、何やこれ。バベルボブル、バベルボブル。バベ、バベ、バベ。バベさん。バベさんは、バベ氏はどこや、バベ氏。バベ氏は、バベ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 。バベいない。バベ。バベルボブル。あの野郎どこ行った、バベルボブル。あの野郎どこ行きやがった、なんかモンスター多すぎてもう分からへんの。バベル、あ、おった。あ、じゃあ、お前バルや。バベバベバベ。名前バベやと思うんやけどな、あいつ。ん？ベホ。くそ。うん、こっちがやっぱり。バベ、バベ。おっとっと。メスやから、あ、メスね。メスってことは、オスを作ればいいと。よし、オス。で、ゴールドマン。これで OK。あ、めっちゃ早いやん。これで、とりあえず暗黒の魔人ゲットしました。うん。こっちの方が早いですね。うん、こっちの方が早い。うん、ピンポイント捕まえていこう。よし、ゴールドマンゲット。では、ラグラ検索入る。条件なしの未入手。と、S ランク系の巡り合いの鍵をゲットした方が早いと思うんで、それをゲットするのに S ランクをとりあえず作っていきます。バラモス。バラモス何が足りんのや、これ。こいつは何が足りんの？教えて、ちょっと。バラモス氏は、ん？ガマデウスとデンタザウルス。え、両方持っとるけど、あ、性別合ってない。あ、なるほど。性別合ってないパターン。なるほどね。デンタザウルスか、ガマデウスどっちかを、もう探すのめんどくさいな、ここはガマデウスとデンタザウルス。どこにおるんや、あいつ、そいつら。デンタザウルスとガマデウス？ガマ、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 ガマ。おっとっと、ガマ。あ、こいつや。ってことは、デンタザウルスもオスにおるってことか、これ。確認しとこう、とりあえず。確認、確認。デンさん、デンさん。デン、デン、デン。あ、おった。あ、そうですね。じゃあ、こいつをメスにします。オッケー、こいつをメスにして、あ、じゃあ、転生やるって。転生して、もう片方にメスや。よし、こいつメスや。よし、これでオッケー。あ、これでオッケー、これでオッケー。メスね。よし、いけます。で、オッケー、ふぅ、来た、オッケー。これでね、とりあえず誰だったっけ、バラモス、バラモスがまさかこんな簡単にできるとは。あ、これ普通にこっちの方が早いですね、やっぱこれでやったら結構簡単にね、ささっとできそうですね。バラモスがまさかガマデウスとデンタザウルスとは。で、バウギア氏、バウギア氏は何、これ、こいつキングリザードか、キングリザードか、こいつ確かキングリザードおらんのかな。バウギア氏はブラックドラゴンとキングリザード、あ、両方おるけどこれも性別かぶりと。なるほど、性別かぶりが多いやな俺のやつ。なるほどね、キングリザードとブラックドラゴンどこ行った、こっちじゃない、やっぱメスか。どこ行った、キング、キング、あ、おらんな、あった、キング。あー、これでブラックドラゴンもここにおるんか。じゃあブラ、ブラさんは、ブラちょっと探しとかなあかんねん、これ。おれへんかったらうっとうしいから。ブラさん、ブラさん、ブラさん、おっと、あった、ブラックドラゴン、はい、確認しました。ということで、こいつを転生で、こいつをオスにすると。うん、スノームでは、じゃあこいつをオスにしますと。 OK、 お、早速3人できましたね、 S ランク3匹。あ、これちょっと早いな、これ普通に。ただ性別が間違えただけで多いな、こいつら。めっちゃ簡単にできるな、これだったら。あ、こっちの方が早いな。うん。これで3匹目確保しました。いやー、これは楽ですね。こっちの方が早いぞ、絶対。タイタニス。次、タイタニス行きましょう、じゃあ、これ。こいつ何？こやつは、何でしょうか。タイタニス、ドン。ん？出てこい。アンクルホーンとアトラス。お、持っとるやん、アンクルホーンとアトラス。これを持っとる、性別違い。なるほど。アンクルホーンとアトラスが性別違いと。だからどっちかを見つけて、
ポンすればいいと。アトラスとアンクルホンどこおるやん。あ、アトラス？え？あ、違う違う違う。アトラスとアンクルホンどこでしょうか。あ、こっちっぽいな。さっきアンクルホンおったか。え？さっきアンクルホン見たぞ。あ、おるやん普通に。あ、これや。ってことでアトラスもここにおるんか。アトさん。もうわか、あ、おったおったおった。今日でこいつ、合体しましょう。転生でメスにすると。誰使おう？メタルサイヤンだよ。転生でメスにすると。オッケー。これでとりあえず、じゃあ、4体目の S ランク来ました。もうほとんどできましたね、S ランク。うん。普通にこれ切り替えた方が早かったですね。よし。これで S ランクは4体目と。で、次いきます。ででで、と。ででで、次は、バルザック。バルザックね。こいつ作ろう。よし。こいつ何？あなた様は何でしょうかと。こいつ、あ、バルザックビーストか、これ。あ、バルザックビーストや、これ。バルザックビーストとかややこいな、これ。ベリアルと、バルザックビーストといける。バルザックビーストどうやって作れるの？バルザックビーストみよう。この魔獣系。あれ、でもあれやもんな。あいつ、A ランク見たことないな、セバイツ。めぐり屋の陰でおるはずなのに。バルザックビースト。あ、今考えたらバルザックビースト見たことないですね。A ランクで。あいつ。あいつ確かもらったっきり。あいつ A ランクか。B ランク ?A ランクでしたね。確かあいつ。あいつあれなんか。結構レアなんかな。めぐり屋の陰で一回も見たことないですね。あいつ。ただあいつがいないとでもできないんで、まあこれはバルザックはちょっと無理だと。次、名を奪われし。お、こいつ見よう。うん。こやつは、さてさて、こやつは何？名を奪われしよう。イシュダルとレオコーン。レオコーンだと、どっか捕まえれた気するぞ、レオコーン。レオコーンは多分ね、確保できるんでね。レオコーン確保できる。これいらんな、セルゲイナスは。あ、いけるわ。じゃあ、キングレオ。これパワームとパワームか。ってことで、レオコーンゲットしていきます、とりあえず。あとは、オスメスだけ知っとかなあかん。イシュダルが？イシュダルが、幼女イシュダルがメスね。あ、オスメス、あ、どっちでもいいんか。あ、じゃあどっちでもいいんすね。オッケー。レオコーンゲットしに行こう、とりあえず。レオコーンね、僕鍵持ってるんですよ、不思議な鍵確か。うん、確かあったぞ、これ不思議な鍵。確かあったので、レオコーン速攻で行きましょう。速攻でゲット。レオコーンがどこ行った？どこ行ったか、レオコーン、レオコーン、レオコーン。レオコーン、レオコーン、あった、レオコーンゲット。自由に遊ぶ。オッケー。よし、これでレオコーンゲットしよう。で、ここでレオコーンをゲットして、S ランクがもう一匹できると。ジュラン。ちゃうちゃうちゃう。レオコーンどこやろ、レオコーン。レオ様探さな。レオ様は、どこにいらっしゃるのか。まあ、広いところにおりそうやな、あいつなんか。でかそうなイメージ。おい、ドマジン来たー。おい、ドマジン。まあ、逃げて、あ、捕まえてみやけど、いらんか。いらんな。別に。逃げよ逃げよ逃げよ。逃げるべし。で、レオ様どこ行った？あやつどこおるんや、レオコン。こっちかな？あ？レオコンおらんぞ。レオコン。プチトガールでめっちゃおるけど、レオコンおらんな。さっきデュラン持ったし、こっちかな？ん？ん？いない。あ、おったおったって、レオコン。おった、レオコン黒騎士おった。よしよしよし。ゲットゲットゲット。もうピンポイントやった方が早いな、これ、やっぱ。やっぱ早いですね、ピンポイント。ピンポイント作戦いいっすね、これ。うん。おー、来た。よし、いけるやろ、これ。さすがにいけるやろ。レオコンかっこいいな、これ、結構。こいつ結構かっこいいですね、レオコン。ちょっと触ってたいな、一回。ちょっと見てみようかな、レオコン、また。ででザク。ててててて。てて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 。よーし、ゲット。黒木。ちょっと特性見ようかな。あ、デインのコツがいらんな。ちょっと弱そうやな。ほい、できました。OK、これ変えましょう。これで変えると。OK。うん。これで多分 S ランク5体ぐらいできましたね。5体できれば多分、巡り屋の鍵もらえると思うんですけどね。多分。多分ですけど。よし、とりあえずちょっと一旦とりあえずここで終わって、次レベル一瞬上げてから配合 S ランク持ったら 4体か5体できると思うんで、それ一気に作って、
S ランク巡り合いの鍵を行きたいと思います。というわけで、今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。